オルトン・グレン・ミラーは、アメリカのジャズミュージシャン。グレン・ミラー楽団を結成した人物。カウント・ベーシー、ベニー・グッドマン、デューク・エリントン等と共にスイング・ジャズ、ビッグ・バンド・ジャズを代表する、演奏家に挙げられる。アイオワ州・クラディンが生まれのドイツ系アメリカ人。1915年に家族と移住したミズーリ州、グラント・シティでトロンボーンを始め、地元のオーケストラで演奏を始める。 やがて九百二十三年にコロラド大学ボルダー校に進学するもほとんど行かずに中退、ニューヨークにてプロのトロンボーン奏者として音楽の道に進むが売れずに目立たない時代が続いた。やがてトミー・ドーシーやベニー・グッドマン、レッド・ニコルスなどの音楽家と進行を結び、九百三十七年に自己の楽団、グレン・ミラー・オーケストラを結成後、1938年に RCA 参加のブルーバードレコードと契約、翌1939年から、ムーンライトセレナーで、茶色のコビン、インザムード、チャタヌーガチューチューなど次々とヒット曲を発表し、バンドリーダー、作曲家、編曲家として、絶大なる人気を博した。第二次世界大戦の勃発に伴い1942年に、陸軍航空軍に入隊、異門楽団を率いて、演奏に回った。 国内外ツアーほか、米国異門協会で演奏した。ミラーは、精力的に異門演奏を続けていたが、大戦末期の1944年12月15日に、イギリスからフランスへ異門演奏に飛び立った後、乗っていた専用機がイギリス海峡上で消息を絶った。原因として、ドイツへの爆撃から帰還する途中のイギリス空軍の、 爆撃機が上空で投棄した爆弾が蒸気に当たり墜落したとする説のほか、イギリス軍機の5車で撃墜されたとする説、14日に無事にパリに着いたものの、翌日勝負とことに及んでいる最中に、心臓発作で亡くなったのを隠蔽するために、行方不明にしたとの説まである。2014年に、シカゴトリビューンは、消息を絶った原因として、蒸気の UC-64 に、 特有の故障によるものとする説を挙げた。それによると、ミラーの登場したタイプの UC-64 は、エンジンのキャブレターに欠陥があり、陶器に凍結することにより故障し、墜落する事例が他にも、複数発生していたという。また、前述の爆撃機が陶器した爆弾が命中したという、説は、当時の飛行記録によると、ミラーの蒸気と同時期に航路を飛んでいた。 航空機や付近で爆弾を投棄したという記述がないことから可能性が低いともしている。行方不明後も残された楽団員がリーダーとなり、ニューグレンミラーオーケストラとして現在まで世界各地で活動している。ビルボードのジュークボックスチャートにおいて、インザムード、タキシードジャンクション、ウッドペッカーソングの3曲で26週連続1位を達成した。 1941年に録音されたチャタヌーガチューチューは同バンドが出演した映画銀霊セレナーでの主題歌であり、レコードはおよそ120万枚販売された。これを記念して1942年に RCA レコードからゴールドディスクが授与され、これがゴールドディスク第1号とされる。ありがとうございます。